でもアニエスさんたちって本当に仲がいいですよね。こんな朝から見送りに来てくれるなんて。ロンライへの視察研修の打ち合わせついでに来てくれたみたいで、特にユリアン君は交換留学が終わるのでお別れも兼ねて協力してくれているんです。そっか、確か帝国からの留学だっけ。もともとトアさんたちの教え子みたいだけど。シュバルツァー様のクラスだそうですね。帝国流剣術もかなりの腕前だとか。学芸祭で剣舞を指南したが、確かに体幹と筋力は悪くなかったな。ま、俺様ほどのキレじゃねえが。また上から目線ね。東方剣術とは方向性が違うでしょうに。ああ、言いたいことがあんならはっきり言えよ。別に。言っておくけど、昨夜の顛末は彼女から何も聞いてないわよ。まあ結果はどうあれ、楽しそうにはしていたけど。そうか。そういえばバンさん、あの子が制服で出かけたのってバンさんの趣味だったりする？んなわけねえだろ。夜の見回りも兼ねてだったしな。昼来てたのを選択したからとか本人は言ってたが。そうで、職質とかされた？されましたけど何か。行ってきます。お父さん、お母さんに、おばあちゃんも。ひょっとしてママかな。ジュディス、皆さんともうこちらに向かっているのよね。到着はいつくらいになりそうかしら。まだ最初の SA を超えたところだから1時間半くらいはかかるかな。ちなみにおばあちゃんの方は。残念ながらまだ連絡がつかなくてね。今一通り心当たりを当たってるところよ。そっか。
毎度毎度心配かけてくれちゃって。皆さんの部屋はすでに用意して、早めのランチも出せると思うわ。それと噂の方も対応済み。何かあれば引っかかってくるでしょ。ええ、待っているわ。くれぐれも安全運転で来てね。それじゃまた後で。降りたのは初めてですが、とっても素敵な街ですね。うん、川が真ん中を流れて左右で街の雰囲気が違うんだね。こちらが古い街並みで、向こうが新市街。でも聖堂は向こうにあるみたいね。うん、アンカービル聖堂、300年近い歴史がある建物だな。奥にある高い建物は何なんだ？そんなに昔のもんじゃなさそうだが。あれは市庁舎ね。70年くらい前の建物かしら。いやー、この絶妙にちょうどいい感じ。まさに帰ってきたって感じがするわね。気に入ったのか、それ。と、あ、リゼットさん、どうしたんですか？珍しいな、お前さんがそこまでぼーっとするなんて。すみません、なんだか見入ってしまったというか。素敵な街ですね、本当に。そう、リゼットさんに言われると嬉しいわね。さてと、すぐ近くだし、まずは荷物を置いちゃいましょうか。ジュディスさんのご実家ですよね。カフェブラッスリーなんていう小生意気な店をやってるんだってな。小生意気はあんたでしょ。こっちよ、ついてらっしゃい。